ある日の2チャンネル。妹が徐々に変わっていった話というスレを立て、自身の妹について語り始めたイッチ。しかしこの話の衝撃的な結末に、スレナイは一瞬にして凍りつくのでした。イッチによれば、ことの発端は母親の浮気による両親の離婚だったそうです。なんとイッチの母親は度重なるホスト通いが貢ぎ行為に発展したらしく、しかも自分のお金がなくなるとマイホーム予算に手を出したとのこと。そのことが父親にバレて離婚に至ったとイッチは言います。その当時イッチは中1、妹は小5で、姉妹揃って父親側につきたいと言ったものの、裁判所は親権を母親に渡したのでした。その理由は、子供がまだ幼く女児であり、子供の健やかな成長には母親が必要であること、そして養育費は父からの支払いで賄えるということだったそうです。何でもイッチの父が仕事柄高収入だったのに対し、母は実家が金持ちだったため、金銭面的な観点においても母親の方が有利だったのだろうとのこと。とはいえ、母は離婚した当初、真剣に自分を恥じていたようで、イッチたち姉妹に土下座して泣きながら謝罪をしてきました。そのためイッチや妹は母を軽蔑してはいたものの、仕方なく3人で生活することにしたそうです。そんなイッチの話を聞いたスレミンは、真剣が母親に渡ったことに納得できない様子。さらにホスト通いをしていたという母親がそばにいるのは教育上良くないと言い、日本の親権争いでの裁判が女性を優遇していることに対し怒りをあらわにします。またイッチによると、母親は実家に離婚理由が自分のホスト通いのせいだとは伝えていないらしく、父が何度も母の両親に理由を説明しても信じてもらえなかったそうです。そうして3人での生活を始めてから1年は平和だったと語るイッチ。というのも、母親の両親、つまりイッチの祖父母が、絶対イッチの父親も不倫していたから気にすんなという根拠ないデタラメを言い、モンスターペアレント的な理論を持っていたため、その祖父母のおかげで離婚直後にもかかわらず綺麗なマンションに住めたからです。しかしここで再び事件が起こります。なんと母親が年下の男を家に連れ込むようになったのです。そんなイッチの母親は40代でしたが、元の容姿が良く、身なりも綺麗に整えていたため若く見えたとイッチは言います。その一方で、相手の男は母親よりかなり年下の20代から30代くらいでしたが、どうやら母親に心底惚れ込んでいたようです。しかし次第に男の性欲はイッチと妹の方へ向かうことになります。最初はちょいエッチな質問をしたりする程度だったのが、徐々に直接的な行為へと発展していったのです。そして母親の留守中、男はついにイッチに手を出そうとします。最初はイッチが暴れて大声を出せばすぐ逃げ帰ったのですが、1ヶ月もすると強行手段に出るようになりました。そうして犯されるか犯されないかギリギリの日々が続いたある日、部活を終えたイッチが自宅に帰ると、妹と男がいたのですが、その日はなぜか妹の機嫌がすこぶる良かったと言います。しかもその機嫌の良さが3ヶ月ほど続いたため、不審に思ったイッチが妹を問い詰めると、妹の口から予想もしていなかった最悪の答えが返ってきました。なんと妹は自分が母親の代わりに男と仲良くしていることを明かしたのです。しかも妹は、
最初は痛かったけど、もう大丈夫だよ。男さん、もうお姉ちゃんが嫌がることしなくなったでしょ。お小遣いももらえるんだよ。私が頑張って貯金するから、お姉ちゃんと一緒に暮らしたいな、などと言い出します。イッチはそれを聞いた瞬間、妹が妹ではないような気がしてしまい、思わず吐いてしまいました。そして、ニコニコとほがらかに笑う妹が、数枚のお金を手にする姿は申し訳なくて死にたくなったとイッチは言います。この最初からどぎつい展開に、悪趣味でおなじみのスレミンたちもさすがに心を痛めます。さらに一部の血の気が多いスレミンは、妹に手を出したという男の行動を非難し、男とイッチの母親に怒りをぶつけました。その当時、イッチは中2で、妹は小6だったのですが、イッチは自分の妹にとんでもないことをさせてしまったという後悔や恐怖でいっぱいになり、妹に土下座して泣きながら謝りました。しかし、妹は、なぜイッチが泣いているのかわからなかったようで、冷蔵庫から自分の分のプリンを持ってきて、イッチに差し出します。イッチはそれを見て、また泣いてしまったそうです。ちなみに、イッチによると、妹は頭が良く、運動もでき、さらに顔立ちも綺麗でしたが、性格は少し冷淡だったとのこと。そして、いつも涼しい表情をしており、真面目な子だったと言います。そのため、妹は、自分のした行為の意味や、処女を失うことの意味をしっかり理解していたようです。また、ある時は、イッチが家に帰ると、妹が男のあれを荒らしている場面に出くわしたこともあるそうです。そんな時、調子に乗った男が、お姉ちゃんも一緒にどう?と、地獄に落ちてほしいくらい、きしょい提案をしてきたこともありましたが、妹はその度に、そんなことしたら殺すから、と男に釘を刺していました。そして妹自身も楽しそうに行為をしていたため、イッチはトイレに閉じこもって嘔吐し、泣くことしかできなかったと言います。その後、男が帰ると妹はイッチに駆け寄り、抱きついて体をすり寄せ、ひたすら甘えてきましたが、イッチには妹が大人の女に見えてしまい、怖くて仕方がありませんでした。そして妹に抱きつかれながら泣くことしかできない自分が情けなくて自己嫌悪に陥り、さらに泣いてしまったそうです。その時の妹の白くて柔らかい肌や常時後の匂いと妹の匂いが混ざったような匂いが今でも印象に残っていると、イッチは語ります。しかし、今になって思うと、妹と男の行為内容は、まるでご主人様と下僕のようだったと例えるイッチ。というのも、妹が男の眼球を舐めたり、さらには思い切り男のあれを踏みつけたり、自分の足を舐めさせたりと、小6とは思えないようなドエスっぷりを披露していたのです。ところが、妹が中1になった頃、ついに男と妹の関係が母にバレてしまいます。何でも泥酔した男が母との行為中、妹の名前を呼んでしまったのだとか。そのことを知った母は、男が妹を無理やり襲ったんだと思い込み、泣きながら妹に謝りました。それ以降、母親は男と即刻別れ、あからさまに妹にヘコヘコし始めるようになり、その時の妹と母の関係もまたご主人様と下僕のようだったと、イッチは語ります。その際、妹は、お姉ちゃん、バカな女はダメだね。バカじゃないのはお姉ちゃんと私だけだね。と言いながら、イッチにぴったりとくっついてきましたが、その時の妹の表情は、今まで見たことがないくらい冷たいものでした。そんな妹ですが、相変わらずイッチに対してだけは、
常に優しく朗らかだったといいます。しかしこの一件があってからイッチはこの3人での生活が本格的に恐ろしくなってしまい、ある日助けを求めるため父の職場に向かいました。しかしそこで見たのは想像の何倍も楽しそうな生活を送る父の姿だったのです。そして父の隣にいる若い女性を見て新しい家庭を持ったのかと察したイッチは結局父と会わずに家に帰ることにしたのでした。その後帰宅したイッチにおかえりと声をかけてくれた妹を見た途端、イッチは涙が出てきて妹にすがりついて泣いてしまったそうです。そんな妹は中学生になっても相変わらずの優等生で綺麗な容姿をしていました。しかし壮絶な男性経験のせいもあってか中学生男子が寄りつけないほどのトゲトゲしい雰囲気を持っていたといいます。そしてふとした時に見せる人を見下す表情がとても絵になっていました。また成績はすこぶる良かったものの人間性には少し難ありと教師陣から思われていたようで、三者面談に意気揚々と向かった母も家を出て30分ほどで帰ってきていたそうです。それから母の話によれば妹はイッチがいる時といない時とで性格が違うとのことでしたが、イッチの前では昔から可愛くて明るい妹だったためイッチにはそれが信じられませんでした。それに妹はイッチが風邪で学校を休む日には一緒に休んで看病してくれたりと昔からイッチに対しとても優しい子だったのです。その後特に何事もなく時間は進み、イッチは高3になり妹は高1になりました。その頃には母親はすっかりおとなしくなり子供思いのいい母親になりつつあったといいます。またイッチは隣の県の大学に合格したため家を出て一人暮らしをすることになり、お金は母親の実家と父親が出してくれることになったそうです。しかしイッチが家を出ることを何気なく妹に伝えると、妹はありえないくらい泣いてイッチにすがりついてきました。そこでイッチは一瞬家から通おうかとも思いましたが、自分が留守の時に妹と母を二人っきりにさせておくことに多少のためらいがあったため、どうにか妹と二人暮らしをさせてくれないかと母と祖父母に頼み込みます。するとあっさり許可がおり、妹は隣県から片道1時間半かけて学校に通うことになりました。そして二人での生活が始まると、妹はやっと夢が叶ったと言い喜び始めます。イッチは最初何のことか全くわかりませんでしたが、それがあの男と行為した時にもらったお金の使い道について言っているのだと気づき、一気に血の気が引いてしまいました。それと同時にあの時のことを思い出し吐き気が襲ってきたものの、イッチはなんとか我慢したと言います。そもそも自分の身に何もなかったのはあの時妹が自分の体を使って守ってくれたからです。そのためイッチは妹を拒絶するわけにはいかなかったのでした。そんな妹の常軌を逸したイッチへの愛情にスレミンたちも戸惑いを隠しきれず、不穏な空気を察知している様子です。そして二人暮らしを始めてからというもの、イッチは妹のためにお弁当を作ってあげるようになりました。今まではそんなことをしたことはありませんでしたが、少し早起きするだけで妹の喜ぶ顔が見られるのであれば安いものだとイッチは思っていたのです。そしてイッチは毎日お姉ちゃん行ってきます、ただいま、聞いて聞いてと
自分に明るく話しかけてくる妹を見ていると、数年前の不愉快な事件などなかったのではないかと錯覚するほど幸せな気持ちになり、心が満たされたのでした。またイッチによれば、妹がイッチにべったりなのは物心ついた時からで、姉妹喧嘩などほとんどしたことがなく、お風呂も長い間一緒に入っていたといいます。そのためイッチは二人暮らしを始めてからの妹のイッチに対する甘えた言動もいつも通りだと思っていました。ところがある日、イッチがバイトから帰ると、妹がいつもより甘えた声で、これでご飯食べようと言いながら、イッチにお金を差し出してきました。何でも電車で痴漢されて、騒がずされるがままにしていたらもらったのだというのです。それを聞いたイッチは、不愉快なことをされながらもお金を得て笑う妹に、この子はおかしくなってしまったと思うと同時に、さっと血の気が引いてしまい、とっさにそのお金を奪い取ると二つに破り捨てました。さらにイッチは、なんでそういうことするの、妹ちゃんおかしいよ、絶対おかしい、普通じゃないと妹に向かって叫んだのです。すると妹は怖いと一言つぶやきます。実はこの時、イッチは初めて妹を怒鳴りつけたのです。その後妹は怖いともう一度だけ言うと、早々に部屋に戻って寝てしまいました。そして翌朝、イッチは妹に学校を休ませ、妹のしていることがどういうことなのかを教えました。その際、自分たちがそこまでお金に不自由しているわけではないことや、妹にそういう行為をさせたいわけではないことなどを、イッチは泣きながら妹に伝えたといいます。そしてイッチは、男の相手をしていた時の妹を思い出しながら、やっぱりあの時妹を止めればよかったと後悔し、保身に走った自分自身が憎くてたまらなくなったのでした。するとイッチの話を聞いた妹は、ごめんなさいと謝り、その日以降そういう行為でお金を得ることをしなくなったといいます。それからしばらくして、妹が高校生になって初の三者面談が行われることになり、仕事の都合がつかない母の代わりにイッチが出席することになりました。そしてバイトを早めに切り上げ、イッチが高校の校門前まで行くと、ちょうど妹も学校から出てくるところでしたが、その隣には男子の姿があります。さらによく見てみると、男子は手に何かを持っている模様。ところが妹は男子からそれを受け取ると、ビリビリに破り捨ててしまったのです。その時の妹は刺すように冷たい表情をしていましたが、その後イッチの姿を見つけた途端、いつも通りの笑顔で駆け寄ってきました。それからイッチが妹に、先ほど何を破っていたのかと聞くと、妹はメアドだと答えます。それに対しイッチが、連絡先くらい交換してあげればいいのにと言うと、妹はもう茶化さないでよと笑って返しました。そして面談の時間になり、妹と一緒に教室に入ると、妹の担任があからさまに驚いた様子で妹を見つめています。どうやら先生はイッチと一緒にいる時にだけ見せる妹のほがらかな様子に驚いているようで、イッチがすいません、この子外に出ると気を張っちゃうみたいでと言うと苦笑いをしていました。そして帰宅後、イッチが入学式ぶりに着たスーツの上着を脱いでいると、妹が小さな声で、あのね、さっきの本当はお金なの
と言ってきました。イッチはそれを聞くなり妹を睨みつけましたが、妹はでもお姉ちゃんと約束したからもらわなかったよと言ってニコニコと笑います。イッチはそんな妹になんでまたと問いただしたかったものの、うまく言葉を発することができませんでした。それから妹はイッチにいつも通り抱きついてきましたが、イッチは同様でうまく受け入れることができなかったと言います。そこでイッチたちは越えてはいけないラインを越えてしまうのでした。するとここでイッチはここからガチで気持ち悪い展開になるとスレミンたちに伝え、スレから一時離脱します。早速スレ内はユリの波動を感じたスレミンが各々の妄想を膨らませたり、妹がおかしくなった原因を最初の男に侵されて精神回路が壊れてしまったことだと考える勝手に診断2期が現れます。その他にも処女セックスを思い入れのない相手と済ませちゃうとやりまんになっちゃうんだよななどという、思い入れのない相手どころか誰にも相手にされない童貞2期が現れたり、またスレ体を見て妹が徐々に変わるのではなく徐々に変わることを期待するジョジョラー兄貴たちでにぎわいます。それからしばらくしてスレに戻ってきたイッチは、妹は徐々にならないと思うとスレミンのボケを一刀両断してから続きを語り始めます。そして先ほど話に出てきたイッチと妹の超えてはいけないラインというのは、スレミンたちが思っていた通りのエッチなラインのことなのですが、その行為自体は変なものだったと語るイッチ。それは男女がするような一般的な流れだったものの、お互い全裸にはならず、イッチの腹部に馬乗りになった妹がただずっとイッチのことを見つめているという奇妙なものだったと言います。その状況に恐怖を覚えたイッチが妹を大声でたしなめると、妹は一言怖いと言いました。また以前お金のことで叱った時はそのまま部屋に戻ってくれたため、今回も部屋へ戻ってくれるだろうとイッチは考えていたのですが、なんと妹は続けてもう一度怖いと言うのです。その時イッチは怖がっている人間がこんな声のトーンで話すわけがないと思い、妹の表情をまじまじと見てみました。すると妹はお姉ちゃん怖い怖いよと言いながらうっとりした表情でイッチを見つめていたのです。その瞬間得体の知れない恐怖に襲われるイッチ、そして妹が荒い息遣いでイッチの肌を撫で涙を舐めとるのを見て、この子は何かおかしいと改めて思ったのでした。その後も妹は笑顔でイッチの腕や指など至るところを舐め始めます。すると妹は昔からイッチが泣いたり嘔吐したりする姿に興奮するという衝撃の癖を明かしました。さらに自分が男に侵されている時、イッチがトイレに駆け込む様を見るのがたまらなく好きなのだとも言います。それを聞きイッチはようやくなぜ妹があんなにも楽しそうに笑顔で男と不愉快なことができたのか、その理由を理解するのでした。そしてそれとともにやっぱり妹は異常だという結論に至ります。そう考えると今までイッチが風邪で休んだ時、一緒に学校を休んでイッチの看病をしてくれたのは優しさからではなく、ただ単にイッチの苦しんでいる姿を1秒でも長く見たかったからで、イッチにべったりとくっついていたのもイッチと妹が比較され
イッチが劣っていると周りに知られることを期待していたからだったのでした。さらに妹はイッチが妹に対して見せる軽蔑の表情がたまらなく好きなのだそうで、自分が男と行為をしている時のイッチの表情を見るだけで凄まじい気持ちよさを感じることができたと言います。その後イッチは結局妹との行為を拒否しませんでした。そして初めてそういうことをして以来、妹はイッチに対して今まで以上に甘えてくるようになり、とても献身的になったそうです。さらに自分の欲望が満たされたからなのか、イッチ以外の他人に対しても少しだけ優しくなり、そのおかげで同学年の友達もできたのだとか。イッチはそんな妹の姿を見て、昔の妹とは別人のようだと妹が変わってしまったことを実感したのでした。この衝撃の展開を受けて、スレではイッチの妹に心を奪われてしまった特殊性癖ニキが現れます。またイッチによれば、今でも変態的な妹との行為は続いているそうですが、妹はすごく愛おしいものに触るようにイッチに触れて、今まで以上にデレデレとしており、お姉ちゃん大好きと一日に何度も言ってくるのだそうです。そして妹は昔のように冷めた表情をしなくなり、どこにでもいそうな明るく可愛い女の子の顔をするようになったのでした。さらに一歩引いたようなものの見方もせず、好きなものは好きだと言い、嫌いなものを拒否したりもする素直な子になったと言います。そのため母親は妹が変わってくれたことを心から喜んでいました。そんな母親自身も昔の成金っぽさが表ににじみ出ているおばさんではなく、若見えの小綺麗なおばちゃんに変化し、自分の浮気や父のお金を使い込んだことなど、すべてのことを反省し、いいお母さんになったと言います。こうして妹も母親もいい方向に向かっていく中で、唯一イッチだけは心にモヤモヤしたものを抱えていました。なぜなら、今までイッチが好きだった妹は、もうそこにはいないからです。本来であれば、妹の刺すようなトゲトゲしさがなくなり、姉として喜ぶべきところでしたが、イッチにはとても喜ぶことができませんでした。実を言うと、イッチは年齢よりもずっと大人びた表情をして、年上の男性をいいようにもてあそんでいる、以前の妹が好きだったのです。またイッチはそうやって男とあんなことをする妹の姿を見て興奮していたのでした。さらに初めて全裸の妹が抱きついてきた時の柔らかい肌や匂い、そのすべてにたまらなく興奮したと語るイッチ。また妹に対し生理的な嫌悪感で嘔吐した後も、イッチの心にはドキドキとした妙な感情が生まれていたと言います。さらには100点を取れなかったイッチのことを見て優越感に浸る妹の姿や、学校で失敗をしたイッチのことを慰める妹の少しバカにした口ぶり、そして他人への容赦ない冷たい視線や、男とダメなことをしている時のゴミを見るような目、イッチは昔のそういう人を寄せつけない妹のことが大好きだったのです。それでも猫なで声でイッチにすがりついてくる現在の妹は、昔と変わらず可愛いとイッチは言います。しかしイッチがかつて感じていた高揚感と快感は、これから先何があっても感じることはできないのでした。またイッチは最近妹を妹だと思えない不思議な感覚に陥る時があると話します。それはまるで他人と二人で暮らしているような変な感覚なのだとか。
そしていろいろな考えの末、イッチは自身が妹の下僕になりたかったのだと思うという結論に至りました。イッチと妹はお互いをバカにし合って心の中で蔑み合っていたのに、そんなかわいそうなお互いのことが好きで好きでたまらなかったのです。そして現在妹は高2になり、お姉ちゃんと同じ大学に行くと頑張っているらしく、それどころかイッチに合わせてだいぶランクを落としたそうです。そのためイッチは妹とこのまま二人暮らしを何年も続ける予定なのだとか。こうしていい子になった妹といい母になったお母さん、すべてが良い方向に向かい幸せな家庭に変化しつつあるのに、そんな中イッチだけがモヤモヤした生活を送っていると言います。ここまで鬱憤を発散し終えたイッチは、最後に気持ち悪い話なのに聞いてくれてありがとうとスレミンたちにお礼を伝え、話を締めくくるのでした。ここまでのイッチの話を聞いて、イッチの抱えるモヤモヤなどお構いなしに、しまいれず万歳と喜びをあらわにするゆりぶたニキたちを横目に、一人のスレミンがイッチに男性を好きになったことはあるのかと質問しました。それに対しイッチはゆりぶたの期待を裏切るかのごとく、男性しか好きになったことがないと答えます。また他のスレミンは妹に彼氏がいたことはあるのかと尋ねますが、妹は告白されたことはあるものの全部振っているため彼氏がいたことはないとのこと。そして中には妹がイッチに対し以前よりも優しくなった理由として、イッチが優しい妹に苦しんでいるのがわかるから、その苦しむイッチの姿を見るためにわざと優しくしているのではないかと恐ろしい考察をするスレミンも現れました。その後もスレではイッチたち姉妹のことを飼いたいなどと言い出す救いようのない変態ニキが現れたり、俺が妹と付き合えば全部元に戻って OK じゃねと全然 OK じゃない提案をし始めるスレミンも現れます。そして中には二人の間に混ざりたがるユリサンドイッチ希望ニキも現れ、スレの変態率の高さが伺えます。そのようにしてスレが変態レスで埋め尽くされながらも、最後は善良なスレミンによる幸せになってくれという書き込みとともに、スレは収束していくのでした。妹だけでなく実は姉も狂っていたという衝撃のラストとなりました。イッチと妹がその後幸せな人生を送っていることを願います。衝撃のラスト関連のおすすめは概要欄に貼っておきます。ご視聴ありがとうございました。